乗ります。列車が参ります。お待たせいたしました。岩手県の列車は、
たくさんの魚介類が生息しており、特にシラウオ、アマサギ、スズキ、コイ、ウナギ、モロゲエビ、シジミは新地湖の湿地と呼ばれ、この地方の代表的な味覚となっています。また夕日の美しさは有名で、日本の夕日100選に選ばれています。自然が作り出す素晴らしいコントラストは見る人の心を魅了させてくれます。新地湖のご案内でした。ありがとうございました。あとおよそ3分で米子に着きます。お出口は左側一番乗り場です。お乗り換えのご案内です。山陰線赤崎方面普通倉吉行きは10時15分、ホーム変わりまして3番乗り場です。安曇線特急やくも12号岡山行きは10時27分、着きました同じホーム1番乗り場です。途中根宇新見中高橋倉敷に停まります。境線五島米子空港方面普通境港行きは10時30分、着きました同じホームの前より0番乗り場です。車内にお忘れ物ないようお降りください。列車のドアは自動で開きます。ドアからは手を離してお待ちください。お立ちの際網棚が少々低くなっております。頭上には十分お気をつけください。米子を出ますと次は倉吉に停まります。
待たせいたしました。まもなく発車をいたします。私のお客様、足元にお気をつけください。
うございました。あとおよそ4分で終点の鳥取、終点の鳥取です。お出口は左側、2番乗り場に着きます。電車内にお忘れ物ございませんようお降りください。この1階のご案内です。サイズ三上方面普通弘前行き12時22分、同じホームの向かい側、1番乗り場です。人備線、神戸方面、普通、地図駅が12時3分、同じく1番乗り場です。若狭線、普通、若狭駅が12時21分、ホーム変わりまして4番乗り場です。地図急行線、特急スーパーハクト8号、京都駅、12時54分、1番乗り場です。途中、高原、地図、姫路、三宮、大阪、新大阪に停まります。車内にお忘れ物ございませんよう、今しろお確かめの上、降りてください。列車のドアは自動で開きます。ドアからは手を離してお待ちください。なお、席をお立ちの際、網棚が低くなっております。頭上には十分お気をつけください。まもなく終点の鳥取に行きます。お出口は左側2番乗り場です。